から望む大日が竹地図昼賀の高原は岐阜県郡上市高須町にある高原。主に道市高須町昼賀の地内にある昼賀の高原と住地内にある上野高原のことを指すが、現在では、節立地内にある明野高原も含めて高須町にある高原を総称して平仮名で表して呼ぶことがある。道市高須町にある各高原名は、 地名ではないため、位置や範囲は明確にされておらず、ひらがなで表した、ひるがの光源に明確な定義はない。ひるがの光源は、ひるがの光源と、ひるがのをひらがなにして表記されることが多く、地図にはこのように書かれていることが多い。キャンプ場やスキー場の名前は、ひるがの光源とひらがなで書かれているが、ひるがの間郵便局のように、 漢字表記の施設もある。また、隅地内にある東海北陸自動車道のサービスエリアは、上野高原にあるが、昼ガの高原と、ひらがなで名前が付けられている。上野高原や明野高原で取れる夏大根は、昼ガの高原大根と呼ばれ、ひらがなで商標登録がされている。昼が、のじ内にある昼ガの高層出現植物群落では、 岐阜県の天然記念物の指定を受けていて、その周辺には、ヒルガの湿原植物園がある。夏は避暑地として、秋はもみじ狩り、スキー場があり、冬はスキーが楽しめる。アクセスは、東海北陸自動車道高須 IC、昇川はインターチェンジ、ヒルガの高原サービスエリアスマート IC が資金。ヒルガの高原分水霊国道156号沿いに、 中央分水嶺と分水嶺公園があり、この分水嶺から北へ流れる水は小川、南へ流れる水は、長良川となる。ありがとうございます。